はい、どうも、なぎです。というわけで、今回の動画は全キャラ徹底解説シリーズのエウルア編ということで、最強の物理アタッカー、エウルアの基本性能からおすすめの生物、そして相性のいいキャラまで徹底的に解説をしていきたいと思います。それではまずはエウルアの基本的な性能から順番に見ていきましょう。このキャラは氷元素の体験キャラで、基本的な役割は物理アタッカー、突破ステータスが会心ダメージ、そして基礎攻撃力がレベル90で342と、全42キャラ中第3位の非常に高い基礎攻撃力を持っています。この基礎攻撃力の高さは火力に直結するので、エウラーのこのステータスは非常に大きな長所の一つです。基礎攻撃力が高い氷元素の物理アタッカーということで、超伝導の元素反応が起こしやすく、純粋に火力が高い、まさに喫水の物理アタッカーといえる性能を持っています。それでは続いて、エルアの通常攻撃から順番に見ていきましょう。エルアの通常攻撃は全5段7ヒットの攻撃となっていて、平均ダメージ倍率も他の体験キャラと比べてかなり高い数値となっています。手数も多く、超伝導の元素反応を起こしながら、この通常攻撃で殴るだけでもかなり高いダメージを出すことが可能です。何より、この通常攻撃はモーションがいいです。かっこいいというか、美しいというか、セクシーというか、とにかくいいモーションで使ってて絵になるキャラクターです。はい、ではお次はエウラの元素スキルについて。このキャラの元素スキルは単発押しと長押しの2種類に分かれています。まず単発押しの能力としては敵に氷元素ダメージを与えながら冷酷な心というバフを一つ獲得します。この冷酷な心はエウラの防御力と中断耐性を強化する能力があり、最大2つまで貯めることが可能です。継続時間は18秒、交代してもこの冷酷な心は消えないので、戦闘中にキャラチェンジしちゃっても大丈夫です。しかもこの単発押しの元素スキルはクールタイムが4秒とかなり短いので、どんどん回して冷酷な心を速攻で2つ貯めちゃいましょう。そしてその貯めた冷酷な心を使って敵に大ダメージを与えるのが長押しの元素スキルになります。エイラーの長押し元素スキルは発動と同時に周りに氷元素ダメージを与えながら冷酷な心を消費することで、敵に物理耐性ダウンと氷元素耐性ダウンのデバフを付与します。さらに消費した冷酷な心一つにつき追撃を発生させ、冷酷な心を2つ同時に消費した場合はさらに強力な物理ダメージの追撃が発生します。この2つ目の強力な追撃は固有テンプの能力ですね。なので、エウルアの基本的な元素スキルの使い方としては、単発押し2回で冷酷な心を貯めた後、長押しで一気に大ダメージを与えるっていうのが一番無難で一番強い使い方ですね。特に長押しの追撃火力は元素爆発の基礎ダメージ 50% 分の物理ダメージという、元素スキルとは思えないくらい非常に強力な火力を出せるので、アタッカーキャラの中でもかなり高い瞬間火力を持った元素スキルだと思います。ちなみに1突や2突でこの元素スキルをさらに強くすることができるので、エウルアで安定したダメージを出せるようにしたいという人は1突や2突まで進めるのがおすすめです。はい、それではお次はエウルアの象徴ともいえる元素爆発について見ていきましょう。エウルアの元素爆発は発動すると同時に周囲に氷元素ダメージを与えながら、7秒後もしくはキャラチェンジした時に強力な物理ダメージを発生させます。他の元素爆発と違って発動してから時間差で大ダメージを与えるという結構珍しい元素爆発ですね。この後ろについてる白い剣がマックスになったら強力な物理ダメージが発生します。そしてこの元素爆発の物理ダメージは元素爆発発動後の7秒の間に通常攻撃、元素スキルでダメージ判定を発生させた数に応じて溜まるスタック、このスタックの数に応じてダメージが上昇してきます。最大ダメージ倍率はスタックマックスの30でなんと 7000%、 条件次第では400万ダメージを出した人がいる最強の元素爆発です。とはいえ無凸だとこのスタック30を貯めるっていうのはちょっと不可能なので、だいたい 3000% から 4000% ぐらいが最大になるんですが、どっちにしろ強いですよね。無凸の倍率でも大抵の敵はワンパンできるほど火力が高く、現状原神の全キャラの中で一番高い単発ダメージが出せる元素爆発となっています。まさにロマン砲。ただしこの元素爆発は高い火力を持ってる反面弱点も多く、代表的なところで言うと強元素エネルギーが80と重く、クールタイムも20秒と長い、元素爆発を発動させてから高い火力を出すまでに7秒の時差がある、攻撃のヒット数が少ないとダメージ倍率が下がるので火力が環境に左右されやすい、発動までの時差があるせいで他のキャラのバフを組み合わせるのが少し難しいなどがあります。強力な反面、このように明確な弱点があるっていうのが原神のキャラらしいですよね。ということでエウルアの元素爆発については以上となります。元素爆発、元素スキルに共通して言えることなんですが、発動した時の氷元素ダメージでは大きなダメージは発生しないんですが、その後の物理ダメージがメインとなる能力になってますね。物理アタッカーらしく、元素スキル、元素爆発で物理攻撃が発生するかなり珍しいキャラクターです。それではお次はエルアの固有テンプについても見ていきましょう。まず一つ目の固有テンプは、単発押し元素スキルなどで獲得できる冷酷な心。これを長押し元素スキルで2つ消費することで、強力な物理ダメージを発生させる能力です。これは元素爆発の
ダメージ依存となっているので、ダメージは元素爆発のテンプレベルに依存します。続いて2つ目の固有テンプは、元素爆発を発動した時に元素スキルのクールタイムをリセットしながら冷酷な心を1つ獲得する能力です。この固有テンプのおかげで、単発元素スキルから元素爆発の後すぐに長押し元素スキルと続けることで、一つ目の固有テンプの追撃が発生して敵に大ダメージを与えることができます。元素爆発を発動する前は必ず元素スキルを使うように癖付けしておきましょう。そして最後、エウルアのおまけ固有テンプは、キャラのテンプ素材を合成するときに 10% の確率でアイテムを2倍獲得する能力です。持ってるだけでキャラの育成が楽になる便利な能力ですね。はい、ということでエウルアの基本的な性能に関する解説は以上となります。エウルアは原神では珍しい物理アタッカーで、純粋に通常攻撃の火力が高く、敵を雑に殴ってるだけでも結構強いです。さらに元素スキルと元素爆発もアタッカーの中でトップクラスに高い瞬間火力を持っているので、このキャラはドカンと一発ロマン砲で大ダメージを出したい人におすすめのキャラとなっています。まあここまでは基本的にエウルアのいいところ、長所について解説していきましたが、続いてはこのキャラの短所について解説していきましょう。エウルアの主な短所としては、まず相性のいいキャラが限られているっていうのがありますね。例えばこのキャラは他のアタッカーに比べて風元素キャラの恩恵を受けづらいです。原神でパーティーに一人いると便利な風元素キャラ、ウェンティやカズハ、そしてスクロースなど、エールアはこれらのキャラクターと少し相性が悪いです。まず元素アタッカーと違って物理アタッカーのエールアは水力4セットの恩恵がほとんどありません。さらにウェンティの場合、敵を空中に浮かせてしまうとエールアの攻撃が当たりづらくなりますし、カズハの場合、元素バフによる恩恵をほとんど受けられず、スクロースの場合、元素熟知アップが物理アタッカーのエールアではあまり関係がありません。このように原神で強いとされている風元素キャラたちと近接物理アタッカーのエールアは少し相性が悪いという弱点があります。他にも例えば水元素キャラと組み合わせても体験で氷砕きをしてしまうため、凍結の元素反応があまり機能しなかったり、炎元素キャラと組み合わせてもエールア自身の氷元素ダメージが低いので妖怪であまりダメージが出せなかったりと、どうしてもね他の元素アタッカーに比べると相性のいいキャラが少し限られてます。逆に雷元素キャラとかシールドキャラなんかとは非常に相性がいいです。まずシールドキャラはエールアのような近接アタッカーでもともと被弾が多く、元素爆発中にできるだけたくさん攻撃したいキャラにとっては敵の攻撃を無視できるようになるシールドキャラは必須と言ってもいいぐらい相性がいいです。特にディオナみたいなパーティーに入れるだけで氷の元素共鳴が発動できるシールドキャラはかなりおすすめですね。そして雷元素キャラ、こちらもエールアでパーティーを組むなら必須と言ってもいいです。氷元素と雷元素の組み合わせで発生する超伝導、これは物理アタッカーの火力を底上げできる数少ない元素反応です。中でもライデン将軍とは相性抜群で、この2人の組み合わせは原神の中でも最強クラスの2人組とも言われているレベルで相性抜群です。よく螺旋タイムアタックなんかでも上位の人はほとんどこの組み合わせを使ってますね。お互いの元素スキルで雑に超伝導が起こせるのはもちろん、ライデンの元素爆発はエールアの弱点でもある元素チャージをカバーしてくれますし、ライデン側にとってもエールアの爆発コストが80で火力増強につながると見事に噛み合ってます。お互いの短所をお互いの長所で補うという完璧な2人組です。はい、ということでちょっと途中短所からは脱線しちゃったんですが、エールアのキャラ相性についての解説でした。それではここからはいよいよエールアのテンプ育成優先度や生物とそのメイン効果、さらにおすすめ武器などこのキャラの具体的なビルドについて解説していきたいと思います。まずはテンプ育成優先度から。エールアのテンプ育成優先度は1番が通常攻撃、その次に元素爆発、最後に元素スキルっていった感じでしょうか。まあ、とりあえずアタッカーのエールアは通常攻撃を使う機会が一番多いので上げといて損はないです。そして元素爆発はロマン砲を強くしたいっていうのはもちろん、この元素爆発を上げておけば固有テンプの追撃も強くなるので実質元素スキルの火力も上がります。まあ、理由としては大体そんな感じですね。では続いてはエウルアのおすすめ生物について、基本的に選択肢は2つ。まず1つ目が総白4セット、これはエウルアのモチーフ生物で、条件を満たせば物理ダメージプラス 50%、 攻撃力プラス 18% っていう破格の性能を持った生物になります。ただし強力な効果の反面、条件が元素スキルを2回ヒットさせないといけないという縛りになっているので、戦闘が始まってすぐは効果が発動できず、さらに戦闘中は意識して条件を常に維持する必要があります。特に2凸未満のエールアの場合は条件の維持が難しいので、初心者や無凸エールアには正直あまりおすすめはできません。そしてそんな無凸エールアにおすすめの生物が血染め総白の組み合わせです。さっきの総白4セットとは違って物理ダメージプラス 50% っていう高いダメージバフを条件もなく常に受け続けることができます。しかも生物2つの組み合わせですし、血染めは錬金で作れるので厳選も少しだけ楽です。まあ、総白との違いも攻撃力プラス 18% ってだけの差ですし、戦闘中に何も考えずに殴れるっていうのは使っててかなり楽ですね。
正直攻撃力プラス 18% くらいだったら生物のサブステータス次第でどうとでもなると思います。個人的には戦闘開始から発動してる上に何も考えず脳死で殴れる血染め蒼白の方が好きです。自分の好みは厳選度合い、あとはエールアの突状況次第で好きな方を使ってあげましょう。では続いて生物のおすすめメイン効果についてですが、これは至ってシンプルですね。時計部分が攻撃力、高月部分が物理ダメージバフ、冠部分が会心率の組み合わせがおすすめです。サブステータスは攻撃力や会心系、あとは元素チャージ効率なんかを中心に上げていきましょう。はい、ということでエルアのおすすめ生物に関しては以上となります。それでは続いてはエルアのおすすめ武器について解説していきましょう。まず一番おすすめなのはやっぱりこれ、末印の響く頃じゃなくて勝印の響く頃ですね。これ最初に末印と呼んだのは多分俺だけじゃないですよね。この武器に関してはエルアのモチーフ武器ですし弱いわけがないです。最強の物理体験。続いてのおすすめ武器は狼の末路、天空体験、向こうの剣。どれもエウラと噛み合う相性のいい武器なので普通におすすめです。ただし向こうの剣を持たせる場合は必ずパーティーにシールドキャラを採用してあげましょう。でお次は星4武器についてですが、おすすめは全部で3つ。個人的に一番おすすめなのがマグロ体験ですね。以前配布された体験になるんですが、こちら元素爆発バフがエウラと噛み合ってるっていうのもそうなんですが、なんとこの武器の特殊能力のマグロ追撃、これが元素スキル長押しの追撃でも発動するんですよね。なので見た目を除けばエールアとめちゃくちゃ相性の良い武器となっています。逆に一周回ってマグロ持ってるエールアも可愛いんですけどね。で他のおすすめ星4武器は雑に強い気候体験、そしてメイン効果が物理ダメージバフの節操の制限。この2つはシンプルにエールアに持たせて強いです。ぜひ武器選びの参考にしてみてください。はい、ということでエールアのビルドについての解説は以上となります。エールアに関しては生物や武器に関しては比較的選びやすいタイプだと思います。そしてキャラ相性表についてですが、とりあえずエールアはこんな感じで作ってみました。具体的な内容については途中で解説した通り、シールドキャラや雷元素キャラを組み合わせて使ってあげるのがおすすめです。こちらの画像を見ながらぜひパーティー編成の参考にしてみてください。というわけで今回はエールアの徹底解説でしたが、いかがだったでしょうか。割とね、元素スキルあたりが結構難しくて知らなかったっていう人もいたと思うので、この機会にしっかりとエールアの使い方を学んで使いこなせるように頑張ってみてください。それでは今回の動画が参考になって面白かったって人はいつも高評価500、この全キャラ徹底解説シリーズは高評価800を目標に動画を作っているので、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。また今回みたいな感じで他のキャラの解説が見たい人は概要欄から全キャラ徹底解説シリーズの再生リストを見てみてください。あとツイッターの方でも原神についていろいろ解説したりしているので、こちらも概要欄からフォローしていってくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。